就活やは NHK 福井放送局制作による福井発地域ドラマとして NHKBS プレミアムにて2020年2月26日の22時から22時59分に放送されたテレビドラマ。就職率が国立大学の中で12年連続1位の福井大学をモデルに型破りな就活支援に取り組む就活支援員の奮闘を描いたハートフルコメディ 主演は、水川あさみ。撮影は2019年9月25日から10月7日頃に、かけて、福井大学文教キャンパス内に設けられた特設セットをはじめ福井市内などにて、オールロケで行われた。福井国立大学に勤務する、アラサーノルカは実りは失恋の痛手を抱えつつ、婚活に励んでいたが、経理課から、就活支援室に異動となったことで生活が、 一変する。そこでは、型破りな就活支援を行う、プロ集団、就活屋たちが、落ちこぼれを一人も出さないのポリシーのもと、才能を生み出す、カウンセリング、企業とマッチングのためのバスツアー、内定が決まった、才のくす玉での祝福など、内定が得られない学生たち対し、おせっかいなほどの厚く細やかな支援を行っていた。そんな職場に当初馴染めなかった、実りも、 個性的な質調の後押しを受けて、次第に学生たちの支援に没頭していく。就活そのものを諦めてしまった学生、上田正生への支援は特に難題で、あなたらしい生き方を探そうと手を尽くす中、いつしか自身の生き方をも見つめ直すこととなった実りは、やがて大きな賭けに出る。ありがとうございます。